うしたんです？商店街に、そこで待ち合わせしませんか？大家さん、わかります？その前で待ってます。くにみくん、悪いってことはないですよ。パティシエの本です。そうです、それなら刃物を使わないでも作れますからね。私の家に行きましょうか。二人ともいないですから、母はあれから出かけたんです。二人乗りですね、自転車。昨日の朝みたいですね。お茶入れますね。どうかしました？なんだか怖いような顔してましたから。緊張？何か用があったんじゃ。はい。3週間待ってくれれば。チョコレート手作りにしようかと思ったんです。
私も同じです。けれど、今日言ったことは半分は本気なんですよ。もちろん友久と国見くんは違いますけれど、本当ですよね。ないですよ、私。もしまたあんなことがあったら、心臓再発しそうです。大丈夫じゃなくても、国見くん、いえ、ちょっとびっくりしただけです。けど、もう大丈夫ですから、もっと抱きしめてください。国見くん、
国見くんの心臓の音が聞こえてきます。生きている証ですね。手術が成功したことの一番の成果かもしれないです。このドキドキは幸せのドキドキです。ちょうどここの部分、私大きな傷があるんです。私も一応女ですから、傷が残ってるのは嫌だったんですけど、でも今は誇らしい気分です。お世辞です。嬉しいものなんですね、そういうこと言われるのって。そういうことにしておきます。私ね、日記をつける習慣があるんです。今夜のことは後から何度も何度も読み返しちゃうと思います。また明日会えるんだからさっきから自分に聞かせています。
うん。霧があんな風に発生するかな。そうだよね、変なの。わねえ、本当に体調悪そうだよ。寝つき悪い方だったっけ？ちゃんが頼みの綱なのに。でもさっき、最近はずっとそうだって。心配だね。あ、京介、しっかりして。お兄ちゃん。